繋いで歩いていきましょう。すいませんね、これだけで偉い人でも、おい、あれは寝すぎだ、お前。荒れてるお尻は変わらない、一つになりたい気持ちでいっぱい、未だに3人絶好調。強い言葉、楽しい言葉、悲しい言葉、全部一緒に味わいたい。ノンマくん、レッツゴー。そこそこでもいいじゃない僕らがそこにいるからこそ一番輝ける何だこれ人気とかは中の下で歌子ダンスだけの上手まで、ね、全部がそこそこではあるけれどいつだって幸せはいつだって笑えてるそこそこよろしくね。はい、馬のケツ、俺のケツ、はい、いきますよ、島くんでーす、島くんでいます、島くんでーす、歌っていますよ、聞いてくださいね、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、マイク、マイク、マイク、ちょっと、歌いますからね、今ね、島くん、声が、ね、出ないのじゃない、島くん、出てるんだけどな、出るかな、そこそこでもいいじゃない僕らがそこにいるからこそ一番が輝ける。怒られるけれどへこまない叩かれてもへこまない一番になりたいって気持ちは誰にだって負けません。給料だってそこそこでも車は高級車キー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 はい、はい、ありがとうございます。最後ポッと行きましょうか。俺のケツ、はい、すいません、ありがとうございます。花本家って言います。よろしくお願いします。お願いします。すいませんね、ゆばくん、今日ね、企画ライブってことでね、うん、そうですね、いろんなユニットが出て、そうね、あー、千葉くん第一発目、この人滑りました。イエイ。ここで滑んの？これが滑んだ。これだね。俺のこれが滑んだ。まあまあまあ。俺今のせい、今の。すいませんね。ちょっと自己紹介しましょうか。しましょう。じゃあ今日は自己紹介とちょっと一言。そうですね。行きましょう。行きましょうか。はい。私めがですね、上田浩と二十歳です。よろしくお願いします。昨日ですね、ちょっと僕昼お腹空いたんで。焼きそば弁当のたらこバター味って皆さん知ってますか？すごい美味しいんですけども焼きそば弁当のたらこバター味をこうですね、食べようとしたらですね、こうお湯をこう流すとこあるじゃないですか、出ますね、反対側で全部排水口の中に僕のたらこバター味、それもしかして食べてない僕のバターたらこ焼きそば弁当が排水口にこれ3回目じゃないですか、今の3回目3回目ですみたいなね、ことをね、ちょっと話していきましょうか。まずそんなことで、はいはい、行きましょう。はい、はい、千葉翔太二十歳です。僕のネガティーチャラカーは、ネガティーチャラカー、僕の、はい、僕のネガティーチャラカーは、さっきのさ、バットさんの私が一番のくだりね、僕の僕の何の話してるんですか。ネガチェイチャラカー、ネガチェイチャラカーの話してるネガチェイチャラカー、まあ、聞いてみましょう。僕の僕のネガチェイチャラカーはですね、はい、寝ることです。その時、千葉くん寝てる時、私が一番って思ってるの。さっき聞いてました、バツ、なんか私が一番って、なんかネガチェイチャ滑ってる。分かった、千葉くんで例えたら分かるかもしれないよね。ネガチェイチャラカー、千葉くんの行きましょうか。ネガチェイチャラカーのちょっとやってみます、ね、表現、うん、表現、はい、大丈夫ですか。せーの、ネガチェイチャナガこれが千葉くんのネガチェイチャナガですね。はい、はい、もう OK、 ありがとうございます
はい、門馬昌司、25歳です。よろしくお願いします。はいね、わ、すごい拍手ね。ありがとうございます。はいはい、そうですね、まあ自分の生い立ちを話していきましょうかね。25歳ということで、私1991年6月2日生まれの双子座でございます。で、A 型になりますね。母も A 型で、父も A 型なので、ちょっと A 型で生まれてきたんだと思うんですけども、で、あの学生時代は地元で、あの地元道南の方ですね、で育ちまして、で、それで専門学生に行ったんですけど、その時にはちょっと札幌に出てきました。はい、で、次のその…で、ですね、その後ですね、あの一度就職しまして、で、仕事してたんですけれども、 AAA さんのライブを見まして、で、このライブ…あ、ライブじゃないですね、このアクターズスタジオ入りましたね。長いな、はい、ここまでが。ここまでが長い。長かった。長い。まだ聞きたい。AAA さんを見てどう思いました？もう AAA さんがこう目の前でライブをしてるわけですよ、自分の目の前で。うん、これが AAA かと。それがあの、ここで阪神タイガースの試合してもいや、そうですけど、これトリプレーかと思って、もうすげえなと思って。え、これがトリプレーかと思って、これがトリプレーだ。自分は門馬昌司ですね。これがトリプレー、これはトリプレー、これは門馬昌司、25歳。お前はなんだっけ。ネガチーチャラか。あ、ネガチーチャラか。ここじゃないの。ここネガチーチャラか。使ってくる。違う。みたいなね、みたいですね。皆さん聞いてましたか。上田浩と20歳、千葉翔太20歳、門馬昌司が25歳で生まれですね。頑張っていきようぜ。25歳ですよ。ありがとう。25歳でね、ここにね、そうですね、に憧れて、そうですね、もう仕事してたんですけども、全部捨ててやってきました。これ全部捨てて、夢と全部夢と希望だけかき集めて、ね、でも根こそぎ必死だな、必死にもかき集めてここ入ってきました。よろしくお願いします。すごいですね。で、25歳になってこんなことをやって、そうですね、今そうですね、やってますね、やっております、ね、はい、ね、そうですね、今やってますね、3人ね。すごいですよね。結構あの千葉くんとかね、上田くんって覚えられやすいんですけど、門馬ってなんか覚えられるみたいな、ね、最初僕全然覚えられなくて、そのラーメンの具かと思って、いや、メンマじゃないから。メンマじゃないよ、うん、メンマじゃないで受けたよ。懐かしい、久しぶりに出ましたね、メンマの2人ね。最初もう分かんなかったですよね。あれ、僕なんか地獄のあのエンマじゃないから。違う、うん、違う、上り別地獄谷いないよ、自分。うん、門馬ね、門馬です。はい、門馬と言いますんで。お、門馬くれ。おい、お前。ごめんなさい、ごめんなさい、このボケ返して。もう一回見て、もう一回お願いします。はい、ないです。どうやったでしょう。ガンマンよ、ガンマン。でですね、あの、今あったんですけども、行きましょう。ね、で、今まではですね、14歳のこと一緒にやってたんですけども、はい、その時にですね、花畑のオリジナル曲ということで、はい、1曲、We Are 花畑って曲を作っていただきまして、はい、作詞をしたんですけども、ね、ももくんね。その時まだいないな、俺。まだ入ってないな。携わってなかったんですけども、一切携わってないですね。そんなももくんが次歌う曲、センターで踊りますんで。ね、ずうずうしいです。すみませんね、どういうつもりでなんでしょうかね。ずうずうしくセンターを張らせていただきます。僕たちに向けて歌詞を書いた曲を次から歌います。それでは早速、聞いていただきましょう。はい。何もネガチェイジャー。そこはちゃんと言おう。それが言えた。それが言えたね、お前。そこはちゃんと。しっかりしよう、もう。すみませんね。2つに行きましょ う, しょう。それでは聴いてください。ネガチーチャナが。違うよ、違うよ、もう持ってきた。好きなよ、好きだね、ネガチーチャナが。なんとなくなんか、モンマくんのこの股の開き方で、あ、絶対来ないなって。ああ、わかりました、バレてました。もう一回行きましょうか、もう。そうですね、行きましょう。それでは聴いてください。We Are 花畑。これ見えますか？ラッパ吹いてるように見えますでしょうか？ラッパですからね。前に進もう、
苦しい時は笑いで飛ばそう。恥なんて脱ぎ捨てて前に走り出せ、胸張って夢に向かって走り出せ、みんなに笑顔の種をかけた俺たちが羽ばたけ。これ種まくときまいたい千葉君の滑らない話でも言ってみましょうか。いいよ、考えてみましょう。僕この前、はい、自転車に乗ってたっけ、うん、したらこの曲がり角で、うん、なんかわかんないですけど転んだんですよ、うん、転んじゃった転んじゃった自転車乗って転んじゃった曲がり角で、うん、転んで、うん、ね、転んで、ああうまくいかなくて落ち込んで泣きたい夜でも見られてる、みんなに見られてる、恥なんて脱ぎ捨てて切り出すら前に走り出せ、胸張って声張って夢に向かって走り出せ、辛くても苦しくても僕らが笑顔にしてみせ、25でも口でかくても真剣の明日はやってくる、みんなに笑顔の俺のだから俺の俺たちが羽ばたけ。ありがとうございます。2曲目 We Are 花畑でした。ズーズーしくね、歌詞に俺たちが花畑になって、はい、恥ずかしかったね、あれ書くのね。すいませんね、上からすいません、ね、すいませんね。さて、さっき何の話をしようとしてたのかですよね。そうですね、はい、気になりますね。気になりますよ。え、落ちねえよこれ落ちねえか、うん、落ちねえの。曲がり角で転んじゃってで終わり。うん、怪我したっていう話今怪我しちゃった？今も怪我しちゃった？大丈夫？うまいこと言うね。うまいね。心に傷が負ってます。さて、次の曲なんですけども、はい、なんとですね、ずっこき男道っていう曲をやりたいんですが、皆様参加型になってしまう曲なんですけども、大丈夫ですかね？参加型になります。イエイイエイイエとブンブン、ね、言っていただきたいんですね。そうですね。イエイイエイイエとブンブン、いうところがあるんですよ。サビがね、どんな感じだっけ？はい油断してたな寝てたな、お前今完全寝てましたよ寝てましたね、すいませんね。じゃサビがなんだっけ、決まってこうぜって言ったら、イェイイェイイェイ振り切ってこうぜ、ほらって言ったら、ブンブン当たってこうぜって言ったら、イェイイェイイェイ。そう、後ろの4人組の一番左の声できてるよ。ありがとうございます。一番いい感じだった、そのノリだよ、そのノリ。いい感じだったよ、それ。今完璧にあの子、今ネガチェイチャーなんか思ってましたよね。完璧に思ってました、今絶対その感じでしたよねその感じだからね、もうこの曲のもう代表にしましたよ、はい、今ね。早速やってみましょうか。よいしょか。さて、花畑で最後の曲なんですかね。そうですね。さあ、やってみましょう。それでは聴いてください。ずっこき男道。ワン、ツー、ワン、ツー。いきますよ。はい。イェイイェイイェイ。振り切ってこうぜ。ほら、行くよ。ブンブン。当たってこうぜ。イェイイェイイェイ。ありがとうございました。引き続きテレビを紹介しましょうか。ダンダンダン、ありがとうございます。Let's go。 Yes で、昨日聞いたあの言葉なんだかの感じ、さりげないアプローチの大人の魅力に見えた。また手拍子変わっちゃいます。いきますよ。はい、タンタタン、はい、タンタ、こんな感じで、はい、涙の味しかしないけど、まずはタンタタン、はい、生きていこうや、バイバイ、ピリソース。いきますよ、決まってこうぜ、イェイ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 、振
り切ってこうぜ、ブンブンいきましょう、ブンブン、はい、ブンブン果たしてこうぜ、イェイ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 、すんげえ音を取りち。さっきは千葉君が滑らない話したから、次は門馬君が滑らない話をしてみようかな。じゃあ、この曲のエレキギターあたりからいきましょうか。エレキギターあたりから、せーの。じゃあ、門馬君の滑らない話。去年の冬の話なんですけども、あの冬ですね、新しい靴を買ったんですよ。で、靴を買ったら、あの家では、実家の方ではですね、ストーブにこうなんかこう擦りつけるっていう儀式がありまして、それをやると、あの、うん、雪道滑らないみたいですよ。これ何なんですね、滑らない、滑らない、滑らない、滑らなくないけど。キラキラをして聞いてこうや。じゃあ次は千葉くんが歌いますので、皆様さっきの倍の声いただいていいですか。いきますよ、はい、決まってこうぜ、イエイ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 、聞いてこうぜ、ブンブンいきますよ、ほらブンブン当たってこうぜ、イエイイエイイエイ、ずっとで男道誰が行くよ、誰が行くよ、決まってこうぜ、大丈夫ですよ、もう一回ブンブンいきますよ、ほら感じ、イエイ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 、ありがとうございます、素晴らしいね、あ、ジェイフにも、はい、くるくるだって、こうぞ、イエイイエイイエイ、頑張ってこうぜ、ほら、ブンブン、気張ってこうぜ、イエイイエイイエイ、ずっとね、あと、どこ道、ありがとうございます。じゃあ最後ちょっと、ポーズでも決めてね、最後、つばけ、つばけ、どうぞ、つばけ、事故ですよ、これは。一人の正解で、なんで完全事故でした。なんでラジオ体操始めたいの。え、いい加減しなさいよ、俺。いい加減しなさいよ、俺ね。いい加減しなさいよ、そういうとこだよ、本当に。そういうとこかな、そういうとこだよね。わかりました、そういうとこ、そこまで言うなら分かりました。今の曲で最後って言いましたが、このままでちょっと花畑、そういうとこだよ、やっぱり。ここも、ここも前々から言おうと思ってた。言わない、そういう帰りたかったの、帰りたかったの。いや、そんなわけないだろう。誰だよ。いきなり誰だよ。できればそこにいたい。そこでね。なんかあんのかな。何見てんのそれ。まあ、ちょっと今ね、花畑ちょっと、まだいけんじゃないかなって。でもね、まだいけるね。体力的に大丈夫ですか。そうなんですよ。ちょっと来てるんですよね。ちょっと今、足ちょっとこうなってるんですよ、ちょっと軽く。それはもう、ちょっと疲れが来てるのかな、25で。足に来てる。やめちまえ、もうやめない俺だわ。今日のこの空気、俺だわ、これ。まあね、ちょっと花畑こけてますよ、今。こけてます。これじゃまずいと。ずこけしてますね、今。うん。うまい。すねちょっとこけちゃってるんでね、これはもう花畑だけじゃもう取り返しつかなくなってしまいました。お、力を借りましょうか。力を借りるしかない。お母さん来る？俺も。お母さんじゃない。なんでお母さん、なんでここでママ登場するの？いや、力強いもんな、お前の方。力つくけど。お前の方強いからな。力つくけど、ママの登場になるの。なんでここで。違うの？お前の甘えてる姿見たくないよ、ここで。確かに。ちょっとね、さっきチャチャチャってユニット出てましたよね、5人組で。出てましたよ。出てましたよ。はい、出てたよ。チャチャチャってユニット出てましたよね。そしてその前はバッドモーニングってユニット出てましたよね。出てましたね。覚えてますか？バッドモーニングは今言いたかっただけ。チャチャチャって出てましたよね。チャチャチャはですね、バッドさん使って滑る。チャチャチャってユニット言いましたよね、はい。ちょっと呼んでみましょうか。チャチャチャのちょっと5人出てきてもらっていいですか？はーい。すごいね。テレビの中継みたいな感じで。そう。こう今、チャチャチャの5人に出てきてもらったのにはですね、理由があります。はい、コラボをしてみようと。なんでコラボしてみようかなって、ちょっと見たかった見たかったコラボが見たかったそう、じゃあじゃあね、5人とね、花畑でコラボはまだ1回もしたことがないんですよ。そうです、ないんですよ。で、どうしてさ、チャチャチャって言ったらみんなカメラこっち向くのどうして、今まで散々撮ってくれっすよねって言って撮るの、どうしてそうやって言ってもまだ撮るこらもうねえ、チャチャチャの5人とちょっとコラボしたいと。イエー、
あの助けてくださいって、あの僕この LINE って今有名ななんか通話のアプリすごい連射するね LINE っていう通話のアプリあるじゃないですか、通話とかチャットのね、あれであのこの全員に急にねちょっとコラボしないですかって僕は LINE を入れました、はい、そしたらですね、やりたいです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 、いいねいいねってこう来たわけです、みんな一人だけ俺は微妙って来たんですね、こいつ俺は微妙って一人だけ来たんですけどもね、滑らされるために来る、なんだかんだね、こう振りとかもこう見ながらやってたら一番ダンスもこうした方がいいんじゃないとかね、練習もやめろ恥ずかしいじゃないかと練習もね、一番誰よりも先にいるっていうね、だから本当一番やりたかったんじゃないかなって、待ってましたみたいなねなったんじゃないかなって、そんな曲を今からやりたいと思います、はい、お願いします、ね、初のこの人数でできるかっていうのをね、やってみましょう、でしょうか、それではフォーメーションになってください、はい、フォーメーションぜひ、この曲なんか曲の始めになんか曲名を言うのであえて曲名は言わないであれします、いきますよ、はい、それでは聴いてください、色とりどりに色とりどりに、大人数でございます。さあ、軽くちょっとチャチャチャの紹介をね、
したいと思います。まずですね、見てください、なぎちゃん。ねえ、ちゃん可愛らしいでしょ、なぎちゃんね。こんな感じだけど、結構ね、僕とかにはね、毒舌なんですよね。そうだけどね、結構ね、そして飛行機見てください。大きいでしょ、逆にちょっと、ひょっとぼーんってね、ちょっと弱い一面あるんですね。そして、あやみちゃんね、すごい、ちょっとね、小さめの小柄の女性ですけどね、ダンゴムシが好きだそうです。ダンゴムシとわらじ虫の分け方があるみたいですよ、なんかね。すごい一瞬で分かるみたいです。それぐらいダンゴムシが好きなので、誕生日とかはぜひね、ダンゴムシあげたら喜んでもらえると思いますね。はい。そして、レイ君には言うことがないので、レイ君とはですね、レイ君とはよく一緒に帰るんですけども、大体おまわりさんに職質問かけられるんで、レイ君と帰ると、大体かけられます。それぐらいしか言うことないですよね。そして、リョウ君、さっき言いましたけどもね、一番最初、俺は微妙の犯人です。はい、犯人です。犯人ですよ。なのになんかすごい爆笑とか見せて、ノリノリでしたね。そんなちゃちゃちゃ5人と、花畑でした。ありがとうございました。ありがとうございました。花畑でした。ありがとうございました。どうぞどうぞ。